こんにちは、後藤真希です。今回は毎日のスキンケアの方法をご紹介していけたらなと思っています。で、私ちょっと敏感肌でプラス花粉症もあって、ちょっとなんかこうスキンケアするにも一体私はどんぐらいのスキンケアをした方がいいのかなとか、日々いろいろ試してはいるんですよ。で、最近落ち着いてるものがこちらになったりとかするんですけど、まず美顔水、ニキビを防ぐとかそういう目的の、これ化粧水って書いてあるんだけど、私は使い方としてはコットンにたっぷり含ませて拭き取り化粧水のようにしてさらっと使うようにしてます。だいたい肌荒れする時とかニキビができちゃったとか、あと色素沈着、ニキビ跡ですね、できちゃったとか、そういう時とかにあのピーリング効果があったりとか、あの抗菌殺菌とか、あの消炎成分とかがあったりとかして、割とこの1本あればすごい消毒してるような感じになって悪い菌をやっつけてくれるし、なんならピーリング効果もあるしっていうので、結構これ使えるやつだと思い込んでます。ただ匂いがきついんで、その匂いが苦手じゃなければいいなーみたいな。でもね、最初苦手って思っても後から癖になったりするんだよね、この独特な匂いって。例えて言うなら、床屋に行って帰ってきた時のおじさんっていうか、あのすごいなんかローションとかこの辺いっぱいバシャバシャ塗られたヒゲ剃りの跡っていうか、なんかそんなような感覚、嗅いだことないけど。はい、この拭き取りの後に私はこのユースキンの大人ニキビ用のね、化粧水、薬用アクネローション、オイルフリーとかアルコールフリーとか、なんかいろいろね、低刺激性になってるものなんですけど、ユースキンって結構効きますよね。ニキビ用なのにさっぱりして私はすごく使いやすい。だからこんぐらいの距離でバシャ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 みたいな、もうスプレー式になってるんで、手を汚さずにとにかくバシャバシャかけるんですよ。で、ちょっと時間を置いたりとかすると、かけたものたちが毛穴からゴク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 みたいな感じで吸収されてるみたいな感じになってくるんで、そうするとおかわりみたいな感じでもう一回パッ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 パってかけます。それをね、暇がある時というか、朝がちょっと時間あって全然スキンケアにかけれる時間があるなら、3回は繰り返した方が私はいいかなと思ってますね。で、これ使うと化粧水なんだけど、さっぱりというか本当にしっとりする感じなので、そんなにねベタベタした乳液いらないんですよ。だからこれを使った後は、こっちかこっちなんですけど、何を分けてるかっていうと、こっちはメイクをするときに使うことが多くて、こっちはメイクをしない日に使うことが多いです。あ、でも待って、その前にこっちこっち、これを挟む。これもこれと一緒でお仕事の日限定なんですけど、撮影とかがあるよとかいう時はこの拭き取りで化粧水、その後このパックをします。トラネキサム酸配合なんで、ちょっと美白作用があるのかな、あのシミとかに結構いいトラネキサム酸が入ってるので。で、これ透明感があふれるもっちり肌へ導く美容液マスクってなってるんですが、これ美容液って裏に書いてあるんだけど、これ美容液っぽくないよ。どちらかというとたっぷり化粧水を使ったマスクを肌に置いてるような感じなんで、なんか朝とかやっぱメイクをしたりとかするんで、あまりねコテコテのマスクを使いたくないんですよ。だからさっぱりとしたマスクでお肌をちょっと柔らかく整えてメイクをする前には私は結構おすすめかなって自分で思ってます。で、このマスクが終わった後にこのバリアリペアナノショットローション、また化粧水みたいな感じだと思うんですけど、化粧水っていうか、こちらこそちょっと乳液っぽいっていうか、なんかそんな感じのテクスチャーなんですよね。ほんと乳液と美容液を混ぜたような感じ。顔だけじゃなくって全身にも使えると思って、お風呂上がりとかに塗ったりもするんですけど、今ちょっと塗り広げてる最中で軽くちょっと白くなってるんだけど、そんなにベタつきもせず、ちょうどいい感じって言ったらいいのかな。化粧前にこれを染み込んで、でその後に
化粧下地とかそういうステップに行けるんで、結構時短にはなりますね、乳液とか美容液とか塗らない分。ただその前はね、こんだけあるから時短って言っても、まあ、ここが私は時短になってることで多少の時間はすごい嬉しいんだみたいな個人的な満足感なんですけど。でメイクをしない日は私はこの2つを省いちゃって、この3工程だけですね。これがじゃん、エルツティンのシールドクリーム。これね、 EGF って入ってて、肌とかがこう再生する能力を高めてくれるクリームになってるんですよ。自分の好きなスキンケア商品あるじゃないですか。例えばこれだとかこれだとか、じゃあこれだとか、じゃあ最初にこれを全部つけて塗りましたよと。でその後にこれを一番最後に塗ることによって、この効果をこの1本でさらに高めてくれるんですよ。じゃあ例えばこの美白系をやった後にこれを塗るってなると、この美白系の効果を高めてくれる。意味わかりますだからより自分が効果を得たいものをこれの前に塗る感じの使い方なんですけど、あちこちがベタつくってこともなくって、すごくしっとりツヤってなります。こうこんな感じで一個膜を張ってるような感じになるんで、これを塗った後にじゃあ外に行きますっていう時は、この膜で表面が保護されてる感じなんですよ。だから余分なこう汚れとかホコリチとか何でもいい、黄砂でも何でもいいんだけど、こういう風に顔に浴びたとしても一個膜があることによって直にそのダメージを受けずに済むんですよね。だからこれは必ず最後に塗るようにはしてるんです。はい、というわけでですね、私の朝編のスキンケアをご紹介させていただきました。とにかく今の時期はっていう感じですね。また季節が変わってきたりとかすると使用するものも変わってくるかもしれませんが、とりあえず最近の私の朝のスキンケアはこんな感じでまとまっています。参考になったよって方、もしくは試してみたい方いましたらグッドボタン、そしてこのチャンネルが面白いなと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。後藤真希でした。バイバイ。